はい、どうも、はこんばんちは、ウエスタン木村です。今日はですね、ランスコラボからね、みやしごの仕事を始めたという方に向けての、動画となっております。まずはですね、ガチャですね。ガチャの仕様について、お知らせしておきたいと思います。まずはですね、こちらが優勝、こちらが無償ですね。有料無償ってなっております。ね、ガチャ、優勝だと最初の1回の10連のみは、1500となっております。月流石1500で済みます。で、毎日ね、1キャラのみですけども、1日1回引くことによって、もしかしたら SSR のワーグなり、静かなりがやってくるかのこともあるかもしれません。まあ、充電の方がね、確率的には高いのは間違いないですけども、1回のみとなっております。でですね、ガチャに関してはね、前半と後半と分かれておりまして、後半に入ったら前半のキャラクターのね、ワーグ静かは、ガチャとしては取れなくなってしまいますので、まあ、なるべくなら、2人ともね、ゲットしてもらいたいところなんですけどもね、そう慌てるするね、慌てることはないので、まずはワーグなり静かなりが取れた時点でね、撤退してもいいんじゃないかなと思います。なぜかというと、こちらですね、交換所に今入ったんですけども、交換所でではですね、静かなりワーグなりがね、入ってきて、後半に入るとここにね、サテラ、ホーネット、もしかしたらホーネット桜かも、サテラかもしれないですけども、まあ、順番は分からないですけども、交換キャラとしてね、出てきますので、心配なく前半後半はね、交換所に関しては前半後半かぶるようになってますので、心配なされないようにしてください。無理にね、取り切るということもなくて、しなくてもいいと思います。後半でね、後半のキャラクターでまず取り切るという形にしてもらえればなと思います。前半後半で、前半は静かなりワーグなりを取ってから一旦休むというのも一つの手かなと思っております。まあね、両方ともね、取れたらそれに越したことはないんですけどもね、あと交換数の方でね、こうみなしごは1500、先進は2000となっておりますので、必要倍数ですね、1枚で、ガチャ1回で、10枚、このね、これですね、これが入りますので、ガチャ1回につき10枚、で10連で100枚入ってきますので、まあ、先進天井は、ね、200連しないといけないということになってきますので、ちょっとそれは、ね、厳しいかなというところなんでね、まあ、なるべく200は取りたく、行きたくないなというところですね。血流石6万ですからね、600って言いそうになってましたけど、600万って言いそうになりましたけど、血流石がね、6万必要になってきますので、結構それはね、きついかなと思いますので、まずはね、どちらかで取っていけばいいと思います。そしてですね、イベントに入ってくるとどうしてもね、チーム編成とかね、悩むようになるんですけども、最初もね、どんなキャラでもいいとは思うんですけども、まあ、SSR を中心にですね、やってもらえればいいと思うんですけども、今なぜこのキャラクターで組んでるかというと、ここですね、ここをクリックしてもらいますと、ボーナスキャラクターというのがいます。イベントボーナスがね、つくキャラクターがいるんですよね。このイベントボーナスキャラクターを、入れることによって、そうですね、ニルバーナ街の、獲得数が 20% アップ、運命の女の累積ですね、涙石ですかね、のドロップ率ですね、中アップとなっております。もちろんね、ガチャのね、キャラクターが入っていると、さらにアップしていきます。そして先進の方もね、特大アップたりにね、なってきます。そしてイベントに関しては、全員のキャラクターがですね、みなしごに関して言えば、
経験値がね 300% アップするので、戦えば戦うほど、強くなっていきます。普通の、メインストーリーを行くよりもイベント方のねクエストをクリアしていった方が、クリアしていった方が経験値が入りやすいので、なるべくイベントの方で頑張ってもらえればなと思います。そしてですね、まあ先進に関して言えば、こちらにね召喚するのはね一番左のキャラクターになるんですけども、ここに入っていれば、ドロップ率は上がってくると思いますので、ホーネット、サクラがね、取れた、あ、ホーネット、サクラじゃないや、ワーグ、ホーネットですね、ワーグ、ホーネットが取れた時点でこちらにね入れてあげればなと思います。レベルはね関係ないので、入れてあげればそれでいいと思います。そしてね、イベントをクリアするのに必須なのがゲスト戦士ですね。ゲスト戦士、というよりもフレンドさんですね。フレンドさんが重要となっております。今現在私ね、いっぱいいっぱいでありまして、特に今、まあ、やってない人もいるんですけどもね、交換、まあ、ちょっとさよならするには寂しいかなと思うところがあるので、今ね、まあ、もうそろそろ10日経ってば、さよならってする人もいるかもしれないですけども、まあ、お世話になっている方々がなのでね、しばらくはこのままでいたいと思っております。で、そしてですね、こういう風にねフレンド検索するとしてですね、ここを押してもらえればいろいろなレベル帯の人たちのね、キャラクター、人たちプレイヤーがね選びます。ポンと押してもらえるのを押すとね出てきます。で結構ね、145レベルの人がねフレンドがね少なかったりするのでね、こういう人たちを狙って入れてもらえればなと思います。この方は吉原ですね。吉原炎上をしてるんですね。うん、まあ、こういったね、ラグナロクというキャラクターですね。このキャラクターがいると、現在最高レベルのレベル90になってますので、フィールド先進のね効果が6となっておりますので、こちらの先進を使ってあげればなと思って、おります。ゲームのシステム上ね、レベルが、ランクがね、低いからといって、迷惑がかかるということはないので、まあ、断れることをね、前提にして申請してもらってもいいんじゃないかなと思います。中にはね、SNS 等でね、募集している方もいらっしゃいますので、その方に対して申請するのもありなんじゃない、一つの手なんじゃないかなと思ったりしております。まあ、直接ね、ID 検索して、その場合は ID 検索してですね、入力してもらえればなと思っております。はい、そしてですね、続いて、このアルバムというところですね。アルバムというところのキャラクターストーリーなんですけども、キャラクターストーリーですね。こうやって見ていくうちにですね、いろいろなキャラクターがいるんですけども、どれがいいかな。ああ、そうですね。こういうところでね、こう、再生、娘の部屋を再生します。とりあえず、スキップします。そうすると、血流石がね、50ほどもらえます。50。たった50かという感じですけども、かなりのキャラクターがね、いますので、これでかなり、血流石を増やせると思います。ちょっとね、娘の寝室をね、押すことがね、できないのでね、とある事情によってね、押すことができないので、このままにさせてもらいますけども、こういうところのね、赤のね、ついてるところは、ひたすら押してもらえれば、血流石50が入っていきます。それともう一つですね、イベントストーリーですね。イベントストーリーも、まあ、ある程度のランクが上がらないと閲覧できないんですけども、このようにね、最初のストーリーはちょっと、血流石もらえないんですけども、それ以降のものでは血流石がゲットできていくので、こちらの方もね、
全部、見てもらえればいいかなと思います。通常クエストとね、イベントクエストを合わせるとだいたいみなしご天井もしくは先進天井ぐらいは手に入るとは思いますので、まあまあ安心してやってもらえればなと思います。それでもね、まだ足りないよという方がいらっしゃいましたら、外伝クエストというものがありまして、この外伝クエストでもシナリオ等々ありますので、ここでね、シナリオを見るとまたゲット、クエストをクリアするとまた、ゲットということになりますので、血流石はどんどん増やせます。かなりね、最後のところの通称戦力が8000なので手に入りやすい状況になると思うので、こちらも 見ていただければなと思います。まあいろいろあったりしますし、ギルド外伝の書もそうですし、ここもね、まあ見てもらったら、いいと思います。さあね、ほんでこれぐらいあるんで、かなり血流石ゲットするチャンスがあると思います。外伝の書もこっちですね、割と、多いので、まあゲットする機会が多いかなと思います。そしてまあ武器の方もね、武器の方もまあ推奨戦力がちょっと高めになってはいますけど、まあ20、30だったかな、最初の方か、最初の方だけですね、このここ、最初のクエストステージ1だけが、50もらえますので、まあ全部クリアする必要はないですけど、50血流石だけもらうんだったら、この1だけをね、ステージ1だけを全員分クリアしていくのもありなんじゃないかなと思います。そのうちにね、やっていくとね、まあこういうピースがねもらえたりしますので、それ100枚集めなきゃいけないというちょっとした苦行がね待っておりますので、その苦行をね、達成するとね、外伝武器というものが手に入ってね、また強くなっていくとは思うんですけども、それはまたね別の機会でお話しすることもあるかもしれないですので、今回はねちょっとそれは、省略させていただきます。結構ねキャラクターいるのでね、まあガチャで取れないと、無理だったりしますので、ガチャで取ってあげてください。SR もそうですね、 SR もこのようにありますし、そうですね、 SR も大体取ってきたかなと思うんですけど、ああ召喚してなかったりしますね。ここね、1ステージをクリアすると50もらえたりしますんでね、しっかりともらっていってもらえればと思います。 SR はね簡単に集まるっていくと思うので、 SR はどん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 狙っていってもらえればなと思います。鎖が入あるのは、ゲットしないというところですかね。ゲットしないキャラクターですね。 AR に関してもかなりのね揃いやすいので、こうステージ1だけをクリアして、ゲットしてもらえればなと思います。あとはそうですね、まあ武器もそうなんですけど、まあレイドバトルをね自発でするというのも一つの手ですけど、ちょっとここまで来るとね、できない場合も多いので、まあここら辺はねもうちょっと強くなってから挑戦してもらえればなと思います。まあ一番下のね方に関してはノーマルステージはだと、まあイベントさえクリアできる、全クリアできればクリアできると思いますので、まあ、こちらの方で、ダイヤを、ダイヤじゃないですね、血流石をゲットしていただければなと思います。まあこんな感じですかね。まあいろいろとね、言ってきましたけども、ランスコラボから始めてね、みなしごの仕事がね楽しいなと思っていただければ、どん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 、研究していかれてみてはいかが
いいんじゃないでしょうか。というところで、今回の動画は終わろうと思います。最後までね、動画をご覧になっていただき誠にありがとうございます。またね、どっかの動画でお会いしたい、いたしましょう。ではラストタイム。最後までご覧いただき誠にありがとうございます。ご意見ご感想などありましたらコメント欄にお願いいたします。動画の評価チャンネル登録していただけると大変嬉しいです。またどっかの動画でお会いいたしましょう。ではラストタイム。